ミコフ、シレジア語、ミッコラは、ポーランドの南部、シレジア地方のカトビツェ近郊にある町。シレジア高原に位置し、ビスは川支流のマンコ港ビーツ川が流れる。かつてはカトビツェ県に属したが、1999年の再編でシロンスク県に組み込まれた。戦艦機もシロンスク県に属していた。 人口270万人のカトビセ都市圏と529万4000人のシレジア大都市圏の県内にある。人口は2008年の時点で3万8821人。上シレジアで最も古い町の一つで、1222年にラツェブジュサスミール公がブローツワフ市教バブジニエツエを送った文献にも登場する。ミツロフ城主アンドレフの名があり。 すでに行政の中心地であったことが伺われる。公益路の交差点にあったことから公益の要所になったが1349年から翌年の国死病で住民の3分の1が亡くなった。1433年から1443年にかけ数回地震にも見舞われた。1545年に都市圏を取得。 1645年と1687年には、年に4度見本市の開催が許されていた、市場近くの家屋で火災が起き、18世紀後半には、幾度か百姓一揆が起きた。さらに、1713年から1715年に、かけて蔓延した飢饉にも生き残った。1760年になって、初めて現在の表記が見られる。 1794年5月20日に大火が発生して市場周辺の家屋全体が消失した。町役場も含まれたため保管されていた歴史的資料がすべて灰になった。1674年に初めてのユダヤ人がやってきて宿屋を開いた。1816年にシナゴーグが建てられ、19世紀後半には800人のユダヤ人がいたが徐々に減少して、 第二次世界大戦前には243人になった。1945年1月のソ連による解放直前には、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所の囚人が未交付を通ってドイツまで強制労働のため行軍させられた。その大多数が瀕死の状態で未交付では60人以上の人々が死ぬか殺され、後になってユダヤ人墓地に埋葬された。この囚人の中には、 カトリック教徒も少数含まれていた。1972年には共産党当局がボレスワフシュミアウィ単行の工夫にシナゴーグを爆破するよう命じた。未交付のユダヤ人墓地は19世紀後期に増援されたが、最古の墓は1726年のもので265基のうち100基が保護されている。墓地の入り口には1945年1月の 犠牲者に捧げられた記念碑があり、この地で1945年1月16日、穏やかに休んでいた14人が失ポリザに撃たれ、1945年1月19日には、疎開のためアウシュビッツ強制収容所からやってきた50人の囚人は虐殺された。彼らに栄光あれと綴られている。かつてはもう一箇所、1682年に作られた。 ユダヤ人墓地があったが、第二次大戦中に完全に廃墟となった。ありがとうございます。